Evidence Arena, a website in France, writes about the Apollo 13 mission as follows. The questions are so many, but to see these images we can guess and something and certainly take note that up there, surely, the Apollo 13 astronauts were not alone.フランスのエビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号ミッションについては疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。広瀬林、浜松セリー、ジャパン。エビデンザリエナウェブサイトは次のように書いています。アポロ13号計画はアポロ11号、12号に続いて第3回目の月面着陸を目的としたアポロ計画であった。1970年の4月11日にその月面ミッションはフロリダのケネディ宇宙センターにて発射されたが、その発射から2日と半分経ったところで酸素タンクが爆発し、月面着陸はキャンセルされた。その爆発により宇宙船そのものが激しく損傷を受けたため、3人の宇宙飛行士たちは月面着陸船のアクエリアスへ移動し、月面に着陸するための手段として使われる予定だった宇宙船を機関船として使用せざるを得なくなった。船内の熱がなくなる、飲み水が不足する、二酸化炭素除去装置の修理をしなければならないなどのかなりの困難にもかかわらず、宇宙飛行士たちは4月1日地球に帰還した。 YouTube の利用者が NASA の記録写真の中から興味深い写真を見つけた。それにはアポロ13号の近くを飛んでいる未確認飛行物体が示されていた。ここにその写真の出どころを明記しておくが、その物体を見るためには明度を上げ画像を明るくする必要がある。以下が NASA の公式画像である。画像8528ストリートキャップ1による撮影写真。
ここにお見せするのはアポロ13号宇宙船の周りに位置する人工物に見える物体である。このサイトのスコット・ワリングによれば、エイリアンの宇宙船は何か必要なことがあれば割り込んでくることができる範囲でアポロ13号の近くを飛行しているように見えるとのことである。次の写真の中ではもう一機の光る物体の前面に固体の物体を見ることができる。この物体はアポロ13号に事故を引き起こした謎の物体なのだろうか。アポロ13号の真のミッションは何だったのか。多分誰かによって禁止区域になっていた場所にアポロ13号が着陸を試みていたのではなかったのか。またそれ以来私たち人間はなぜ月面に着陸していないのだろうか。エイリアンの拒否にあったのか。疑問は多いが、これらの写真を見たところいろいろ考えられるが、ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。繰り返します。ただ一つはっきりしていることは、そこにいたのはアポロ13号の宇宙船の3人だけではなかったということである。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so.
I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA retired. I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile, and involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S. アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、 つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで
科学的な測定のための爆発をさせるつもりでしたが、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.Recently, Russian UFO researcher Felix Jigel suggested that the explosion aboard Apollo 13 was caused by a UFO. In his story, he states that the UFOs used pulse magnetic beam
directed at the small plutonium bomb Apollo 13 was carrying to set off the small explosion. 最近、ロシアの UFO 研究家であるフェリックス・ジゲルは、アポロ13号の爆発は UFO によって引き起こされたと主張しています。彼によれば、UFO はアポロ13号が運んでいた小型のプルトニウム爆弾を電磁パルスビームを使って爆発したというのです。つまり、一般に説明されているようなプルトニウム電池ではなくプルトニウム爆弾だったというのです。考えてみれば、まだその当時プルトニウム電池などあるはずもなく、何らかの実験のために用意されたプルトニウム爆弾だったと考える方が自然ですね。アポロ13号が発射されたのは1970年、パイオニア10号、つまり1972年に初めてプルトニウム電池が搭載されました。ともかくもアポロ13号には最初から最後までエイリアンが絡んでいた可能性が大変高くなりました。広志林、浜松リージャパン。1970年4月11日にアポロ13号が月に向かって発射されますが、そのアポロ13号は月へ向かう途中でですね、原因不明の不可解な爆発事故を起こして、故障します。プルトニウム電池を積んでいたと言われています。で、今右下にご覧いただくのがですね、それから7年後に発売されましたコンピューターです。で、私はこれをですね、買いました。が、そのコンピューターといってもですね、二次曲線をですね、ポツ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 と描いていく程度の能力しかありませんでした。その7年前にアポロ13号が打ち上げられたということです。で、アポロ13号の乗組員たちはですね、皆さんご存知のように、まあ、奇跡的な、まあ、操作を行ってですね、無事地球に、まあ、帰還するというわけですけども、まあ、その時の様子が、まあ、詳細に記録されていますけども、その時、アポロ13号の帰還船はですね、微振動を繰り返し、まあ、くる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 と不安定な、まあ、回転をしていたわけです。その時に乗組員たちがですね、小さな三角窓を通して地球を見て、位置を知って、そしてストップウォッチを使って逆噴射をしながら、無事地球に帰還したというのです。こんなことがあり得るでしょうかということなんですよね。もしそんなことができるならば、つまり三角窓を見て、そしてストップウォッチで、まあ噴射をしながら、その、なんて言いますか、地球帰還ができるようであれば、まあコンピューターなんかいりませんしね。まあ、なんて言いますか、高度なテクノロジーなど必要ないわけです。まあストップウォッチがあればいいわけですからね。あとは窓の外を見ながら、そして地球を見て、そして位置を知って、そして帰還すれば良いわけですからね。宇宙旅行も簡単なものだなというふうに今にして思うとそう思います。まあともかくも、いろいろと言われてますけども、まあそんなことが可能だったかということですね。先ほど言いましたように、まだ当時はですね、パソコンといってもそんな程度と言いますか、そんなものもなかったのではないかと思いますね。それから7年後にやっとコモドール社から先ほどお見せしたような、まあ、パソコンが発売になったというわけです。そして同じパソコンを使ってですね、高校生であったビル・ゲイツが、まあ、勉強して、後に見る、まあ、大会社を、完成させたということになります。そういう時代だったんですね。で、その、まあ、地球にめがけて、まあ、そのめがけてと言いますか、帰還することが、いかに困難な作業であったかということはですね、その、大気がありますよね。地球の大気に向けて、その帰還させなければならないわけです。直角に、まあ地球に、まあ帰還しますとですね、大気の摩擦熱でですね、帰還船は爆発してしまいますし、その大気を外しますと、その、なんて言いますか、
まあ、その宇宙船は永遠の彼方へと飛んでいってしまうということになるわけです。しかもその大気というのがですね、計算してみますとですね、卵の、殻がありますね。殻の中に薄い膜がありますね。その膜程度にしかないと言いますか、それを薄い膜にめがけて、まあ、うまく、誘導しないと、無事帰還できないわけですよね。まあ、そんなことは本当にできたのかということが、まあ、今にして思うと、まあ、謎ということになります。まあ、これが地球ですけども、この大気でね、今この矢印で示しているところです。この大気の間に、まあ、うまく、機関船を誘導しなければならないわけです。手前って言いますか、地球に向けますと、そこでまあ、燃え尽きてしまうわけですよね。その操作がですね、果たして三角窓を見ながら、そして、まあ、なんて言いますか、ストップウォッチで操作できるものかということですね。これがアポロ13号の、まあ、機関船を、って言いますか、それをですね、まあ、離れた時に写真で撮った、まあ、機関船です。まあ、このように故障していたというわけですね。で、大気の厚さといってもですね、直径10メートルのですよ、10メートルの球体で考えても大気の厚さというのは 0.5 ミリ、まあ1ミリあるかないかという幅なんですね。その1ミリかあるないか、あるかないかという幅にめがけて、まあ機関船を、誘導しなければならないわけです。まあそんなことが本当にできたのかということになるわけですよね。まあ、アポロ13号にはそんな謎も隠されているということになります。Astronaut Scott Carpenter stated that at no time when the astronauts were in space were they alone. There was a constant surveillance by UFOs. Astronaut Scott Carpenter photographed a UFO.While in orbit on May 24, 1962. NASA still has not released the photograph to the public. 世界初の7人の宇宙飛行士のうちの1人がスコット・カーペンターです。そのスコット・カーペンターは次のように発言しています。どんな場合も宇宙飛行士が宇宙にいるときはいつも一人ではありませんでした。いつも UFO の監視下にありました。と。宇宙飛行士のスコット・カーペンターはマーキュリー・アトラス7号で地球を周回し、そして帰還しましたが、その周回中に UFO の写真を撮影していますが、現在に至るまで NASA はその時の写真を公開していません。広志林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。
フランスのサイトエビデンザリエーナがですね、このような暴露写真を公開しています。アポロ13号はエイリアンたちによって救助されたというのです。そしてその時撮られた写真が公開されています。で、中央やや左下にあるのがアポロ13号です。そしてその周りを何機かの UFO が取り囲んでいますが、そのうちの1機に今日は注意してください。流れ星のようにも見えますが、これは流れ星ではないということなんですね。先に白い明るい点があるのが分かります。そして同じような、つまりはクラフトを岐阜県可児市在住の鈴木康子さんが写真に収められました。3枚の連続した写真ですが、その中の1枚向かって右側ですね、今矢印で示した点に注意してください。拡大してみます。するとですね、その形が先ほどのサイトで紹介されている、つまりは UFO と酷似しているのが分かります。左右を比較してみてください。まあ、全く同じと言っても良いのではないでしょうか。つまり宇宙で撮られた写真と、この写真は岐阜県の美濃加茂市上空で撮られた写真ですけども、その時撮られた写真の中に映り込んでいるエイリアンクラフトが一致しているということです。そして中央の部分に注意してください。赤い四角で囲んでみました。拡大してみます。そして右はですね、アポロ11号が月面で撮ってきた写真です。この写真の左側に奇妙な物体が2個撮影されています。ライトということになっていますが、脚、つまり足が写っていません。それはともかくも、これは UFO であると私林博士は判断しています。その形とですね、左の、鈴木康子さんが美濃加茂市の上空で撮られた、まあ、エイリアンクラフトと比べてみてください。大変よく似ているのが分かります。で、こうして並べてみるとですね、人間と外惑星人が UFO、 つまりエイリアンクラフトを通して密接に関係していることが分かります。繰り返しますが、左上2枚は鈴木康子さんが撮られた写真と、アポロ13号が救出された時に写り込んでいた UFO の写真です。そして右下2枚はやはり鈴木康子さんが撮られた写真と、アポロ11号が月面で撮ってきた写真ということになります。 Bye for now.